調整は万全、勝利確率6番人気は9番オグリーキャップ。ライバルたちは強力ですが、闘争を期待したいですね。実力は引けを取りません。2番人気は1番マルテンスキ、3番八重の無敵、8番人気です。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。4番人気5番オグリーキャップ。これ以上ない仕上がりですね。注目の3番人気6番タイキシャドウ、5番人気は7番ミホノブルボン、1番人気8番キングヘイロー、6番人気9番。ついにここで頂点が決まります。ライブラ杯決勝。このレース最も人気を集めているのは、ここまで無敗三冠馬娘キングヘイロー、1番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子。ここまで無敗二冠馬娘マルゼンスキー、注目の2大マイル戦覇者9番オグリーキャップ、8枠9番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあ、ゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。現在最高峰は1番人気のキングヘイロー。この状況どう見ますか。直線勝負にかけているんでしょう。終盤に期待です。マルゼンスキー快調に飛ばしていきます。先頭はマルゼンスキー、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはミホノブルボン。通常運転中エラーを検知、巨大チョコ発見。副産物を取得しました。4番手にはアイキシャトル、さらにはヤエノムテキ、その後から5番オグリーキャップ、外から行く9番オグリーキャップ、あとはキングヘイロー、一馬審査ナイスネイチャー。意気揚々と先頭を行きますニコノブルボン。どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、まもなく第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。マルゼンスキー、ここで抜け出した。 Are you ready? ここから本当の真剣勝負で、互いに足を止めている展開。これは直線勝負になるか。9番オグリキャップ、前を狙っているぞキングヘイロー、内で様子を伺う9番オグリキャップ、突っ込んでくる。最終コーナー、先陣を切ったのはミホノブルボン。待機シャトル、並んできた待機シャトル、ここで抜け出した。突っ込んでくる待機シャトル。見ていてくれ、これが私の全力だ。残り200、食い下がるミホノブルボン。待機シャトル、リードは1馬身、先頭は変わらない待機シャトル。お見事待機シャトル、着差以上の強さを見せた、見事な勝利です。やりました待機シャトル。強豪が集うこのレースを制し、ライブラ杯の勝者に輝きました。2着にはミホノブルボン、3着は9番オグリキャップ。バン、次のレースも勝たなあかん。誰かよ、どこまでも開かれた未来。
世話になったな。ありがとう。